こんにちは、もみもみチャンネルのもみもみです。今回は12月28日に追加された新宝物ですね、この4つを紹介していきたいと思います。正直宝物はもうこれ以上追加しないでくれと、もうアップアップですし、どん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 作りたいと思ったものを増やされていく、まあ課金要素として作ってるのはわかるんですが、まあ結構追いかけるのはしんどいっすよね。ただ今回の宝物に関しましては、これ作っておいた方がいいなって思いますし、どちらかというと鍛造までしなくても伝説まで作っときゃとりあえず役に立つ宝物っていうのもありますので、まあそういう意味では作ってもいいんじゃないかなとかちょっと思っちゃいました。今回追加されたのは弓と矛とナタとモーニングスターです。漢字の読み仮名もちょっと書いてはあるんですが、正直言って言い慣れないので、矛、弓、モーニングスター、ナタで行っていきたいと思います。それでは宝物ごとに相性のいい武将やおすすめの鍛造効果を紹介していきたいと思います。一つ目の宝物は巨書です。この弓に関しましては馬長専用機と言ってもいいぐらい馬長に特化した弓ではないかと思います。まあ、なぜかと言いますと、伝説まで強化しますと通常攻撃の距離がプラス1されるということで、これはかなり有効な伝説効果だと思います。例えばですが、馬長、長領、曹操の編成で組んだとしても、今までだったら馬長は中衛までしか攻撃できませんでしたが、これを装着することによって馬長の通常攻撃が曹操と相まって本営まで届く、これはすごい効果ですね。また長領、馬長、徐行とか公孫さん、曹順とかで組む際とかは馬長中衛ですが、それでも本営まで届いてしまう。ぜひ馬長使いには作ってもらいたい宝物なんですが、この宝物、特に馬長に関しましては鍛造効果で合うものがですね、この攻撃アップぐらいしかないんですよ。そういう意味では鍛造しなくてもとりあえず十分役に立つ宝物ではないでしょうか。他に相性のいい武将といえば天使もありますので、徐行だったりとか、あとは初期兵で使わない長州や徐庶とかもこの宝物は相性がいいのではないでしょうか。この宝物は、まあ、遠行秘策のような戦法一つ分の価値のあるちゃんとしたいい宝物ではないかと私は思っております。2つ目の宝物は刀だ、まあ矛ですね。この矛は誰に相性がいいか、この武器の見た目どっかで見たことあるなと思ったら、張飛のイラストでも持ってるんですよ。まあそういう意味でもこの刀だに関しましては張飛ととても相性がいい宝物となっております。張飛の戦法に関しましては距離4で範囲が2から3ということで、張飛を中衛に置かなければならなかったのですが、この宝物の登場によって張飛を本営運用できるようになった。これによって安定した火力を出し続けることができるということで、張飛は結構強くなる武将ではないのかなと思います。他に相性のいい武将は銀兵ですね。銀兵は今まで距離4ということで、最近では兵務の中衛運用をして、まあ、本営に届かせるようにしていましたが、これの登場によって再度ですね、本営に銀兵を置けることになった、まあ、そういう意味では銀兵がまた使いやすくなる宝物だと思います。他には宝柱もいいですね。宝柱の固有が距離3になることによって本営まで届きます。挑発効果が本営まで届けばかなり宝柱は優秀な武将になります。あとはですね、長江だったりとか、あと浮津もかなり相性がいい武将だと思います。
浮津は餌にしちゃうような武将だと思われがちですが、これの登場によってかなり強いんじゃないのかと思います。浮津の効果は相手の被ダメージをアップさせる効果と回復効果がありますが、今までは距離が合わなくて使いづらかっただけです。被ダメージアップの効果は 70% 近くありますし、回復の効果もかなり高い部類ですので、盗賊の前衛として浮津を置くことはこの宝物を使えばかなりやりやすく、とても優秀な武将になると思います。あと忘れちゃいけないのは海遊ですね。海遊もめっちゃこれ相性いいです。当該とかも相性がいいですね。ただこれ、この矛に関してよくできているのが英雄がないんですよ。熟慮はあるんですが英雄がないため、海遊とかにつけても発動率アップをすることができないというのがちょっとネックなポイントになっております。距離を取るか発動率を取るかというところですかね。ただですね、例えば軍長校に関しましては、熟慮もありますし、続いて3つ目はこのモーニングスターです。このモーニングスターに関しましてはちょっとそこまで必須クラス別に作らなくてもいいかなとは思います。どちらかというと防御寄りの宝物となっておりまして、例えばですが防御アップがついたら玄関とかにつけたりとか、機敏がついたら尊敬とか、あとはですねこの異性というものがついたらコストが相手の方が下回っていた場合は全てのダメージが10から20%カットということで、例えばですが前衛十条寺や前衛曹操に有効な宝物となっております。あとは不屈とかついてしまったら玄関とか集大とかでもいいですね。そういう意味ではこれはちょっと優先度はそこまで高くはないです。マラカスでもいいんじゃないかなっていう思うところもありますので、余裕がある人は作ってみたらいいかなと思います。そして最後の一つ大矢倉、このナタですね。ナタに関しましては鍛造効果は先ほどご紹介したモーニングスターと一緒です。鍛造効果に関しましてはダメージを受けると1回回避をするという感じですね。そこまで強いわけではございません。しかしやっぱりこっちはどちらかっていうと劉備とかに合うのはこっちではないのかなと思います。特に新しい鍛造効果の再生がついた場合はこれはかなりおすすめの宝物となっております。再生という鍛造効果は初期固有が回復の場合ですね、味方とか本人とかを回復させた場合 5% から 15% で火ダメカットがつくという戦法で、さらにストックもするという宝物となっております。ですので初期固有が回復な武将に関しましてはこのナタプラス再生を持たせるのはかなり有効だと考えられます。特にですねカダとか新楽、細分岐、劉備、若干長期とか、そういうのは相性がいい武将だと思います。ではマラカスの人心とどっちがいいのかというところなんですが、かなり難しいところですね。マラカス人心かなり強いですので、もう持ってる人は別に作らなくてもいいかなとは思いますが、使い分けとして私が考えたのは劉備で考えると本営で銃声も持っている劉備に関しましてはマラカス人心の方が良いと思います。特に赤い人、劉備が赤い人はこっちのマラカス人心の方が良いと思います。ではナタに関しましてどういう時に相性がいいかなと考えますと、例えばですが中衛劉備ですね、火ダメカットもしてちょっと回避したい、そして赤くない人とかですね、銃声も持ってつけていない、ほぼ妖術の場合の劉備に関しましてはこっちのナタで再生をつけるのはかなり有効だと思います。劉備が赤くない人は救急の回復効果もちょっと弱いんで、どちらかっていうと回復効果の人心より火ダメカットを取った方がいいのではないかなと思います。あとは人心の場合は銃声にも反映しますので、銃声つけている場合はやっぱりマラカス人心の方が絶対いいですね。これで新しい宝物の紹介は以上となります。
灘とか弓に関しましては鍛造しなくても十分効果は期待できますし、まあ、劉備のですね、ちょっと復活を込めて灘で再生を作るっていうのはおすすめだと私は思います。最近なかなか戦闘で勝てませんっていう人っていうのは結構多くて、やっぱよくよく中身を見ると赤さだったりとか宝物がですね甘い人が多いと思います。やっぱりそういう意味では宝物っていうのはとても重要です。今回の動画が役に立った、参考になったという方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではじゃあねー。